日差しが当て始めてんな。これは実写ですね。なるほど。これアクションゲームなのかな。あ、まあそのままでいいな。はい。アクションゲームっぽい感じしますね。今日本語が出てたから日本版ですね、これね。レースゲームみたいな感じやね。もう基本走ってんですね。なんかおう、なんかあれですね、なんていうのかな、あのメトロクロスみたいな感じですよね。あ、ナムコのメトロクロス的な感じ。あ、くぐるのか、これは。もう家の中も入ってる。で、時間が決まってんですね。おー、なんだ。これ逆になるんや、操作が。右押したら左行って、左押したら右行くんですよ。難しいですね。そうか、見えないからか。見えないからそういう風になるんや。あ、ジャンプできないんや。ああ、なるほど、滑るやつを落とされるわけや。ああ、ある程度やられたらちょっと戻されるんやね。
バナナや、バナナ。邪魔してくるんよね。いろいろ落としてきて。ああ、車。基本無敵ですね、このペクスマンは。あら、これでもダメなの。あら。ゲームオーバーや。でも面白いですね。なるほどね。もう一回やってみましょうか。これ人にぶつかったらどうなんの？ああ、飛んでいくのか、人が。これもう完全にこれ 3D のメトロクロスって感じですね。ジャンプできないんですよね。あれ被ってるときは。これどうすんの、あれしゃがめんのかい。お、クリアした。あ、これでクリアみたいですね。いや、これ面白いわ。うん、気に入りましたね。これはレアになるね。それはね、メトロクロスより面白いよ、これ。乗れないのか。女性は当たった方がいい気がするんですよ、なんかね。うおー、これはちょっと今の起きたからどうしようもないね。
ああ、しまった。これどうしても当たるね、これ。ああ、危ね。今落ちたかと思ったけど。おお、ああ、そうか、それで落とされるわけか。よし。ああ、ここむずいな。ゲームオーバー。これコンティニューできないのかい。あ、できるわ。ああ、あれ流されるから、ずーっと、ああ、あれなんやね、もう今右ボタンずっと押しっぱなしにしとかないと、あそこ勝手に吸い込まれて入っちゃうというか、折っちゃうみたいな。ああ、しまった。ああ、惜しい。あの中入っていかなあかんねんな。基本無敵なんですね、ペプシマンはね。死ぬことはないんやね。もう真ん中行くと。うわ、やばい。ああ、そこ入っていくのか。難しいな。これはちょっとね。危ねえ。穴落ちるとかやったよな。真ん中でこっち行くと。これは覚えた。あぶ頭打ってるやん。これはそれは無理ですよね。それは食らいますよ俺。おお、今度はこれか。すげえな。爽快感ありますね、これ。スケボーかい。スケボーか。ああ、しまった。やられてもうた。ああ、結構進んだけどね。これ、最初からかな。あ、最初からやね。2面難しいね。
あ、死んでもうたんか、あれ。ヒットポイントみたいなのがあるんですね。すげえジャンプ力やな。もうちょっとでゴールっぽいね。あと2これ時間切れか。人とぶつかってもうたかな。あ、そうか。ああなると一発でアウトなんや。スケボーから降りたらあかんってことやね。あ、終わった。難しいな。あと一回やりましょう。あともう一回。これでゲームだったら終わりにしましょうね。はい。いや、面白いですね、ペプシマンね。また最初からか。ここどうしようもないな。あー、しまった。危ね。今危なかった。ここ一発も当たったらダメなんですね。一発でも当たったらやられるってことですね。あー、むずっ。つうか最初にやった時の方が上手にいったな。まだここ一発も当たっちゃいけないってことですね。こっちから行った方がいいな。ここ一発も当たっちゃダメだよ。よし、これで OK ですね。はい、こっちから変わるからね。あと順、これで OK ちゃうの。よし、いった。クリアですね。2面むずかったね。トロクロスみたいな、まあ、ちょっとレースゲームに近い感覚でもあるし。今度はこれを逆の視点か、今度は。
ちゃむずい。悪いですね。はい、こんなもんでしょう。はい、終わりにします。